はい、どうも山田です。ひげ剃ります。今日本当僕のただただ日常的な話にしかなんないんだけどさ、まあいつもそんな感じなんだけれども、今こうやって旅が終わってで、大体いつもさ、この黒い T シャツで旅もしてたの。だから1年だからもうこの黒 T シャツしか着てこなかったんだけどさ、なんかこうやって日本に帰ってきてね、1年ぶりにその私服っつっても、だから黒じゃない洋服を着てみたりだとか、あとスーツとか、まあワイシャツもそうなんだけども、久々に着てみたのよ。久々に着てみたらさ、全然似合わんくて、あかんね、これはもう僕から見ても似合わねえなってなんか思ってさ、今着てみたら、だからまあ別にヒゲのせいだけじゃないかと思うんだけれども、いやなんかもうヒゲもなんか全然合わんしなと思って、例えばなんか白の T シャツとかさ、スーツもよ、ワイシャツとかも似合わんなと思ってさ、ヒゲを剃ろうと思います。もともと別にこのヒゲも今生えてるけれども、別になんかそんなこだわりとかもないからさ、なんかその旅の延長線上というか、そのままヒゲが生えてるからヒゲが生えてるからヒゲを生やし続けて、そのまま生やしてましたっていうだけだからさ、ヒゲ剃ります。でなんかちょっとでも似合ったらというか、また他のね服とかも気持ち的に着やすくなったらいいなと思ってさ、これからヒゲ剃ります。今日はそんなビフォーアフターをちょっと勝手に共有したいと思います。とりあえずこれがビフォーね。とりあえずこれ黒い T シャツでさ、これからヒゲ剃るんだけれども、ちょっと他の洋服着てみようと思います。白い T シャツとかなんかね全然似合わんから、ちょっと着替えるとねこんな感じ、なんか久々に出したからなんかまだ折り目がついちゃってるんだけれども、白い T シャツ、まあなんかもともと顔がちょっと濃いっていうのもなんかあったかもしれないけどさ、なんかちょっとまあこんな感じなわけよ。なんか合わない、なんか変なのよね、自分の中ですげえ違和感だからさ、なんか勝手にヒゲのせいにしてんだけど、髪はどうしようもないから、エクアドルでこの髪型になっちゃったからさなったからさもうどうしようもないんだけれども、ちょっとヒゲだけでも剃ろうかなと思います。なんか合わないじゃん。 あとスーツね、スーツちょっとワイシャツも簡単に着てきます。はい、ということでスーツ着てきました。まあざっくりこんな感じなんだけどさ、なんかまあ久々だからスーツなんてね、2年ぶりにこうやって着るんだけどもさ、なんかさこうスーツとかも着た時に、まあ、これから着る機会も出てくるかなと思うんだけど、なんかさうさんくさくない？ちょっと今下にモニターというか画面があるから見てるんだけどさ、なんかうさんくさいなと思っちゃうのよね。合ってないなって思っちゃうのは僕だけでしょうか。まあ、もう顔がスーツに合ってないのかもしれない、よくわかんないんだけど、まあということでとりあえず別にヒゲにこだわりもないので剃ります。これから剃ろうと思います。ちょっと今日はそのビフォーアフターね、さっきも言ったけどこれがビフォーでした。じゃあこれから簡単にヒゲをジョリッといっていきたいと思います。よし、行こう。はい、ということでヒゲ剃りに行きました。カメラ置くところがなかったので、これ左手で持ちながらやってますが、このシェーバーも旅に持って行っていたなんか小さいやつですね。真ん中から剃って完全に遊んでます。はい、ということで戻ってきました。もう全部ヒゲ剃り終わって、まあこんな感じですね。個人的にはまあいいかなと思って、まあいいかなというか、まあ普段通りに戻ったなっていう感じなんですけれども、旅始める前かなに戻ったなという感じなんですけれども、まあヒゲの剃りこんな感じですね。ヒゲ剃っちゃいました。どっちの方がいいでしょうか。せっかくなのでさっき着てた白い T シャツと、あとスーツか、上もちょっとジャケットを羽織ってきてみたいと思います。白 T シャツバージョン。はい、ということで白 T シャツバージョンです。あんま変わんないね。別にヒゲがあっても、なんか髪の毛変なチョンってなってんな。まあヒゲがあってもあんま変わんない。なんか白 T シャツ久々に着たからかな、僕の目が慣れてないのか、なんか違和感がありますね。まあどうでもいいか、それはもう僕のあれですね、個人の問題ですね。まあ白 T シャツこんな感じでしょ。まあさっきよりちょっとさっぱりしたかな、どうでしょうか。ヒゲがあってもなくても変わんねえか、もう僕の顔の問題ですね。じゃあ最後勝手にスーツバージョンをお送りしておしまいにしたいと思います。はい、ということで最後スーツバージョンです。なんかこんな感じ、なんかこっちの方がまだ個人的にはね清潔感があって。はい、ということで最後スーツバージョンです。どうでしょうか。まあ個人的には最初のヒゲがあった時よりもまだ清潔感があっていいかなと、なんかねビジネス仕事をするんだったらこっちのスタイルの方がいいかなと、ちょっと改めてモニターチェックと思うんですよね。いや久々2年ぶりにスーツ着ました。なんかわかんない、どうかな、どっちの方がいいでしょうか。客観的に見てね、ぜひ前回よりも今回の方がいいと思ってくださったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。あと高評価もよろしくお願いします。あとは率直に皆さんの感想もコメントいただければすごく嬉しいです。
以上、今日は勝手に僕がお送りする、いつも勝手にお送りしてますが、ヒゲを剃ってしまいましたという動画でした。じゃあ皆さんの感想も聞かせてください。じゃあチャンネル登録して、また次の動画も待っていてください。バイバイ。ヒゲない方がいいかな。バイバイ。